皆さん、こんにちは。近畿大学乳腺内分泌外科の新崎と申します。本日は乳がんに対する診療についてお話しいたします。よろしくお願いいたします。本日はご覧のテーマでお話しいたします。まずは疫学についてです。統計で見ますと、 毎年新しく乳がんになる人は約9万人で乳がんで亡くなる人は約1万人以上おられます日本人女性のがん罹患者数の第1位でがん死亡者数は第5位のがんです日本人女性の一生で見ますと9人に1人が罹患します女性におけるがんの罹患率のデータですが 乳がんは、青で示す線です。1994年以降は、他のがんよりも最も多く、どんどん増えており、現在も1位です。年齢分布をお示しします。これは、2017年のデータで、40歳代後半が最も多く、60歳代後半にもピークがあります。 しかし最新のデータでは欧米型に変わってきており60歳代が最も多くなってきております乳がんのステージ別の生存率をお示ししますステージ1と2の治療成績は良好でありますステージ3と4になるとこの数値は下がりますしかし、か 2016年と比較しますと2020年では全ステージにおいて治療成績が向上しております次に乳がんの検査と診断についてお話しいたします診断の進め方ですまず問診で患者様の症状や原病歴を聴取します家族,家族歴の聴取も必ず行い 特に乳がんの家族歴については後で述べます遺伝性乳がん卵巣がん症候群のルールアウトにおいて重要となりますまた乳房の触診を行い画像検査としてはまずマンモグラフィーを行います乳房を適度に圧迫し X 線撮影を行い病変を診断します次に超音波検査を行いますこれは容易に行える検査です これらの画像検査で乳房に病変を認めれば次に確定診断を行います確定診断の方法には細胞腺肺性腺吸引式肺性腺があり細胞診は細水注射診で細胞を吸い出す方法で良性の可能性が高い場合にも行います肺性腺は局所麻酔を使用して行います ハリ政権による組織診断で乳がんの性質であるサブタイプを特定することができます。乳がんと診断がつけば、がんの広がりを診断するために乳房造影 MRI、転移のあるなしを診断するために CT や骨シンチグラフィーを行います。続いて乳がんの治療についてお話しいたします。 乳がんの治療方針を決定するためには2つの重要な要素がありますステージといわれる進行度を示す要素とサブタイプと呼ばれる乳がんの持って生まれた性質ですステージはしこりの大きさやリンパ節に転移があるかどうか肺や肝臓など他の臓器に転移があるかどうかによってステージ1から4に分類されています は主に術式の選択に重要なな情報となります。サブタイプはホルモン受容体という乳がんが女性ホルモンの影響をどれぐらい受けやすいかという物質と発 e r 2たんという特殊な増殖に関わる物質そして KI67 という細胞分裂の指標で分,離分類されます。 ホルモン感受性のある乳がんをルミナールタイプといいその中でおとなしいルミナール A 少し要注意なルミナール B がありハーツタンパクを持っている乳がんをハーツ陽性タイプホルモン感受性もハーツタンパクも持っていないタイプをベーサルライクトリプルネガティブと言います サブタイプと薬物療法の感受性を示します。ルミナールタイプは基本的にはホルモン療法を行います。ルミナール A ならホルモン療法のみ、ルミナール B ならホルモン療法と抗がん剤治療を組み合わせます。ハーツー陽性タイプであれば、抗ハーツー療法、または分子標的治療薬と呼ばれる薬剤を使用します。 それを抗がん剤と組み合わせて行います。初発乳がんでは、術前の抗発療法により予防の改善が見込まれます。トリプルネガティブでは、化学療法を行います。乳がんの治療は、ステージとサブタイプを組み合わせて考えます。 ステージ1またはステージ2の乳がんに対してはルミナールタイプの場合は手術をまず行いその後薬物療法を行いますハーツー陽性タイプやトリプルネガティブならばステージ1の乳がんでも先に抗がん剤治療を行って後に手術を行うことが推奨されていますステージ3の乳がんでは 抗がん剤を先に行うことが多いんですがルミナール A タイプならば手術をまず行うこともあります乳がん手術についてお話しします腫瘍が比較的小さい場合は乳房温存手術を行いますそして乳房切除術ですが通常の乳房切除は 乳頭乳輪と腫瘍直上の皮膚を含めた切除が行われますが、近年乳房再建が多く行われるようになり、なるべく皮膚を多く残す皮下乳腺全摘も行われるようになりました。乳頭乳輪以外の皮膚を多く残すスキンスペアリングマステクトミー、乳頭乳輪も残すニップルスペアリングマステクトミーとがあります。液化手術として、 後で述べます、センチネールリンパ節成腱と、液化の決められた範囲のリンパ節を摘出する液化リンパ節覚醒とがあります。乳房細建には、自家組織による乳房細建と人工物による乳房細建とがあります。人工物による乳房細腱では、組織拡張器を挿入し、皮膚を、皮膚や大胸筋を 数ヶ月かけて拡張していき、その後にシリコンインプラントに入れ替えて乳房再建を行います。乳房のボリュームによっては、一気的にシリコンインプラントを入れるケースもあります。センチネルリンパ節整形についてお話しします。センチネルリンパ節とは、癌から直接リンパの流れを受けるリンパ節のことです。 まずはこのセンチエルリンパ節だけを取り出し手術中に転移があるかどうかを調べますそこに転移がなければそれより先のリンパ節には転移はないはずなので大部分のリンパ節を残すことができます従来手術前の画像検査で液化リンパ節に転移を認めない場合すなわち臨床的に 液化リンパ節転移陰性の場合はセンチネルリンパ節制限を行いセンチネルリンパ節に転移がなければ液化リンパ節覚醒は省略できセンチネルリンパ節に転移があれば液化リンパ節覚醒を行うというのが標準治療でありました。 センチネルリンパ節に転移があっても、それ以上リンパ節を取らなくてよいのではないかということが検証されるようになりました。代表的な臨床試験を示していますが、センチネルリンパ節に転移を認めた場合に、液化覚醒をした群、省略した群をそれぞれ比較したところ、それぞれの群で治療成績は変わらなかったという結果でした。 このような臨床試験の結果を受け、臨床的に液化リンパ節転移陰性の症例では、センチネルリンパ節に転移を認めても、その転移の程度によっては液化リンパ節覚醒を省略することが勧められており、液化リンパ節覚醒を行う症例は限られてきております。 最後に遺伝性乳がん卵巣がん症候群についてお話しいたします乳がん全体の約10%が遺伝に関与すると言われ特に BRCA という特殊な遺伝子の異常に基づく乳がんが約5%ぐらいあるとされています遺伝性乳がん卵巣がん症候群では 傷ついた遺伝子を修復する働きのある BRCA1 と2いずれかの遺伝子に変異と呼ばれる異常を認めます BRCA1、2に変異のある女性の乳がん発症リスクは40から85%と非常に高いです乳がんを発症しここにお示しするいずれかに当てはまる場合は 遺伝性検査が進められます乳がんの患者さんでは治療方針を決める上でこの遺伝子の異常の有無が重要とされます。BRCA の遺伝子異常がある場合は温存手術後の再発率を考慮し乳房全摘の方がいいのかどうかまた まだ乳がんになっていない側の乳房を一緒に切除するリスク低減乳房切除術を行うかどうかまた卵巣卵管を卵管卵巣がんになる前に予防的に切除するリスク低減卵巣卵管切除術を行うかどうかこういった治療は2020年4月から保険診療で受けることができるようになりました そうすることで、患者様の生存率が改善することが分かっています。乳がんの診療ガイドラインでは、PRCA の遺伝子異常のある乳がん患者さんに対しては、まだ乳がんを発症していない健康な側の乳房を同時に切除することが強く推奨されています。ただ、患者さんがその手術を受け入れられないこともあるかと思います。 普通のような場合は無理に切除するのではなく年に1回乳房の MRI 検査でチェックしていくという方法もありますまとめですが乳がんの治療は日々進歩しております個別化治療により乳がんの治療成績は向上しております我々の施設におきましても標準的治療の枠に留まらず 最新の治療や個々の患者さんのニーズに応じた治療を提供しております。何かございましたら、ご遠慮なく近畿大学乳腺内分泌外科を受診してください。ご視聴ありがとうございました。